オホスデブルホは、スペイン、バルセロナ出身の8人編成バンド。オホスデブルホとも表記される。バンド名は、魔法使いの目という意味である。ヒップホップとフラメンコが融合した彼らのスタイルを、ジップジョップフラメンキを時形用した人もいる。セルフプロデュースしたアルバム、バリは10万枚売れ、BBC ラジオさんの2004年度、ワールドミュージックアワードで様々な賞を受賞した。 同賞には2003年にもノミネートされていた。彼らの成功で特筆すべきは、レーベルの後ろ盾なしに、それをなし得たことである。デビューアルバムのベンゲイは、エデルレコードから出したが、バリを作る際、レコード会社の重圧から離れ、完全にアーティストの自由に作りたいために、彼らは自らのレーベル、ラファブリーカでコロレスを立ち上げた。 フラメンコは明らかに彼らのサウンドの核である。メンバーのラモン・ヒメネスはこう述べている。フラメンコの中には魔法がある。それがオホスデブルッホの歌の鼓動なんだ。しかし、純粋なフラメンコとは違う。それについて、シャビットゥルルはこう言っている。僕たちはフラメンコを真似しているわけじゃない。僕たちがやってるのはフラメンコの豊かさ、それ以外の音楽の豊かさを使って、 違う、何かを作り出すことなんだ。たまには、フラメンコは最も強い要素だというかもしれないけど、フラメンコの真似事をやってるわけじゃない。フラメンコ以外に、彼らの音楽に影響を与えた音楽を上げると、アフロキューバ番、ラップ、ヒップホップのスクラッチングにターンテーブリズム、そしてインド音楽がある。テチャリ発売時、ありがとうございます。